はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画ですが、今回はですね、なんと超激高スーパー高級なね、スペシャルシャンペン、最高級のスーパーシャンペンを飲みたいと思います。その名もジャガ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 ジャーン。ドンペリです。これ本物です。ドンペリニオの、2006ヴィンテージ。つまり、10年ものですね。10年ものの、ドンペリとなっております。こちら値段が1万4000円で、楽天で買いました。はい。一回飲んでみたかったんですよね。ドンペリニオンヴィンテージ2006は、9年間の熟成を経て、調和の取れた第一のプレニチュード、過去熟成のピークに達しています。内容量が 750ml、アルコール度数が 12.5 度。12.5 度。低めですね。12.5 度。原産国がフランスとなっております。はい。一回ドンペリ飲んでみたかったんだよ。でもですね、ドンペリにはですね、1万4000円で買える一番この低ランクなドンペリなんですが、もっと高いドンペリが存在しまして、ドンペリのですね、ランクが全部で4種類ぐらいあるんですよ。うん。その中の一番ランクの低い、こちらのドンペリは1万4000円で買えるという。まあ、高いものになると、確かドンペリのね、次のランクがドンペリの赤なんですよ。で、その次が、ドンペリの黒だったかな。で、その次が確かプラチナだったっけな。で、プラチナは確か値段が10万を超えるらしいですね。はい。10万を超えるらしい。そしてこれだよ。この開け方がな、難しいんだよな。でも、一応、サイトで見て、開け方を学んできたんですが、うまく開けられるかな。これですね、この変わった開け口なんですが、これは、こう持って、瓶の方を回す。あ、本当は回るわ。瓶の方を回すと回るみたいなんで、こう回すんです。瓶の方を回すと、あ、結構回れますね。これいつ開くんだ。結構あれやな。滑る。ちょっと滑るな。硬い。いててててて。あれ、急に回らなくなってきた。痛い。この逆回転。うわぁ、開かねえ。これ開けるの本当に苦手なんですよね、シャンパン。マジで。簡単に開ける方法ないのか。痛い。痛い。ああ。手疲れた。こうしてる間に、これな、難しいんだよ、本当に。痛い。いってー、この、さあ、金具みたいなのがすごい痛い。これ開かないんですけど、ちょっといい加減にしてくださいされませんか。
これ取ればいいんじゃん、これ。これを取ってしまえば、あ、これ開くぞ。おお。あ、なるほどね。あれを、あの金具取っちゃえばよかった。オッケーオッケー。結構簡単に開いた。はい。それでは、ね。やっと飲めるぜ。それでは、皆さん、一緒にいただきましょう。あ、俺シャンパンの味はほとんどわからんけど。ぶっちゃけた話。でも一回でもいいから、ドンペリは飲んでみたかった。酒好きとして。高級品の、その、代名詞と呼ばれる、いわゆる、なんだ。あれです。キャバクラとかで、ドンペリーとか、言ってますが、それを飲んでみたかった。それでは、皆さん、乾杯。あ、香りがなんかね、すごい。ああ、白ワイン。まあ、見たら白ワインなんだけどさ。うん、酸味。うん。酸っぱいですね。うん。他のシャンパンに比べると酸っぱいかな。てか、今思ったけど、これもこれ閉まらんぞ、これ。蓋ないんやけど。コルクの蓋っていうか、これもう開けたらもうこれ、全部飲まねえと。でも香りはいいですね。なんか、高い香りするわ。うん。うん、酸っぱい。味としては酸っぱい。うん。正直言うと全然わからない。シャンパンやね。ただ香りはなんか違う気がする。他のに比べると。他の、ワインじゃねえや、シャンパンに比べると、香りがやっぱり10年ものだから、10年ものだけあって、やっぱ香りが、なんかね、ほんのり臭いっていうか、なんか発酵してる感じです。ほんのりなんか、臭いね。なんか。ほんのりね。ぶどうのこの、発酵した感じ。っていうの。ただ、これは、まあ、でも1万4千円やからね、ドンペリを1万4千円で飲めるっていう。まあ、普通に買えるから、ね、ただ、店とかだと、多分これ4万以上します。違う、3万円以上か。だいたい定価の3倍ぐらいするから、4万超えるね。4万5千円ぐらいです、これ、多分。4万おそらく超えると思う。そういう、キャバクラとかで行くと。まあ、楽天とかで買えば、1万4千円で買えるから。ね、皆さんもね、ぜひ、ドンペリっていうその味をさ、一回飲んでみたいじゃん、人生の中で。一回ぐらいちょっと飲んでみたいやん。ドンペリ。ね。飲んでみたいっていう人は1万4千円出せば買えるから。
俺のあの楽天送料込みで14,000円やったから、ヤフオクで買えばもっと安い。11,000円プラス送料ぐらいで買えるわ。多分ヤフオクが多分一番安い。ただ俺が買ったところはあのクール宅急便だったから、送料込みで、送料込みで14,000円です。クール宅急便だったから。やっぱ美味しいクール宅急便でこうまずさをね損なわないようにして運んでもらいたかったんで、それにしました。うん、まずくはない、美味しくもないけど、これはあれやな、コク、甘みはあんまりない、酸っぱい、どちらかというと酸っぱい。香りはあるけどそんな強くない。香りはあるけどそんな強くない。まあぶっちゃけ言うとこれ14,000円かっていうんで、あの買う価値はないと思います。買う価値はほぼないと思いますが、一回飲んでみたかったんで、別に俺は満足です。3231です。ご視聴ありがとうございました。